通常通信システム FSCAIU が分離距離で配置近距離攻撃装備起動敵反応多数確認見れば分かるよ
ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。2B さんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う、単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから外から見て回ります。分かった。私は内部を中心に調べてみる。何？事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。
扉の解除不可能。本エリアの敵が妨害電波を出している。めんどくさい。スキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことは禁止されている。あ、すみません。それと3はつけなくていい。え？私の名前に継承は必要ない。わかりました。 To be では、すっかり機械生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。
3から2室地内移動中。作業班 A は27万速度。何？旧世界のデータを使って適当なことを喋ってるんです。機械生命体のやることに意味なんかないですよ。ブロック60分間、機材を導入。強い技術をお疲れ様でした。人の喜びを感じてくれて。工場を探索したけど、目標らしき兵器は発見できず。もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。Thank you.
境の変化があったのか、動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。あるはずです。ちょっと遠いですが移動してみましょうか。しかし司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。どうかな。Thank you.
が目標の超大型兵器、破壊する。援護します。警告、敵兵器による下方向からの攻撃、推奨退避。推奨、当該 9S のバイタル低下はこの場での応急処置が止めること。うるさい、いいから出して。トゥービー言って、黙って。僕たちは兵士です。その戦いに誇りを。装備 HO229 コマンド677受諾。使用者を 9S から 2B に権限移譲、 2B の承認を求む。お願い。分かった。どうだ。
生命体にそんな知性が。トゥービー、敵機体の脆弱性を発見しました。今から援護のためにハッキングします。トゥービー、敵機体の上腕部のコントロールのポットを使って制御を取れるはず。いいから黙って。すごく強引な戦い方ですね。トゥービーは本部に救援要請を。いや、その必要はないみたいです。そんな、なかなかうまくはいかないみたいですね。準備はできました。ブラックボックスを。分かった。申請。ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。申請を許可します。トゥービー、あなたと共に戦えて光栄でした。私もだ。